皆さんこんにちは、ゆるいず IT チャンネルです。それでは今回はサイバー攻撃の一種である DDoS 攻撃について、実行方法や攻撃されるとどのような影響を受けるのかを見ていきたいと思います。まずは DDoS 攻撃の概要についてになりますね。簡単に言うと DDoS 攻撃っていうのは分散サービス拒否攻撃と呼ばれるサイバー攻撃の一種になりますね。複数のコンピューターを使って標的のサーバーやネットワークに大量のリクエストを送りつけることでサービスを利用できない状態に追い込む攻撃手法となっています。ディストリビューテッドリダイヤル最近だと去年の年末ですね、 JAL のシステムが攻撃を受けてフライトに遅延が発生したって事件があったと思うんですけど、あれは通信を中継する機器に大量のデータを流して高負荷をかけることで飛行計画とか、あとは貨物の重量を計算するシステムがあるらしいんですけど、そこへの通信ができなくなったっていうのが直接の原因らしいですね。まあこういう事例であるように、 DDoS 攻撃を受けたサーバーっていうのはウェブサイトがダウンすることで正常なアクセスができなくなり、サービス停止状態に陥る。大量のリクエストによりサーバーやネットワークの CPU やメモリ、待機などが圧迫され、ユーザーへの応答に遅れが生じるといった影響が使用しているシステムに出たりしますよと。まあ一旦前置きはこのあたりにして、ラボ環境を使った DDoS 攻撃を実際に試してみましょう。今回いつも使っているカリリナックスから、メタスプロイテーブルと呼ばれるやられ役のサーバーに対して攻撃を実行してみたいと思います。まずはハマーっていう DDoS 攻撃用のツールがあるんですけど、それをカリリナックスにインストールしましょう。GitHub にツールが置いてあるんで、そこからダウンロードします。ダウンロードが完了したら、ディレクトリを移動してファイルがあることを確認します。使用するツールは hammer.py ってやつですね。あとはリアルタイム監視用の eSIP っていうツールがあると負荷状況を確認するのに便利なんで、こちらもインストールしておきましょう。試しにカリリナックスからターゲットサーバーにピンを実行してみると、こんな感じで防線でトラフィックが飛んでいるのが表示されますよと。この2つをインストールしたらツール関連の準備は以上になります。まずは DDoS 用のツールを実行する前にターゲットサーバーの負荷状況を見ておきましょう。今現時点では何もしていないので、メモリや CPU などには負荷がかかってない状態になりますね。ということで DDoS 攻撃用のプログラムを実行してみましょう。 Python で hammer.py を実行して、あとはターゲットの IP アドレスの指定ですね。実行するとパケットセントってことで攻撃を仕掛けている状態になりますよと。 eSIP でトラフィックの負荷状況を見てみると、実行前は何も動きがなく静かな感じだったんですけど、今は真っ赤な状態でターゲットホストに負荷がかかっているっていうのが見て取れますね。 HTTP のトラフィックメインで攻撃してるって感じですね。ターゲットサーバー側の負荷状況も見てみると、メモリとかスワップは問題ないんですけど、システムと CPU 関連の数値が上がってるって感じですね。システムのインっていうやつは割り込み処理回数のことで、今まで処理していたことを一旦やめて、他の処理を行ったっていう回数を表している値ですよと。CS はコンテキストスイッチの回数で、CPU ってすごい短い時間でプログラムの切り替え処理を実行してるんですけど、これはその値になりますね。CPU は US とか SY とか ID とかあるんですけど、これは大まかには CPU 使用率に対するパーセンテージのことになりますね。この値が大きければ、それだけ CPU に処理の負荷がかかってるってことになりますね。DDoS 攻撃用のツールを止めると数値が元の状態に戻るんで、攻撃による影響がありましたってことが分かったと思います。今回は1台のサーバーから疑似的に DDoS 攻撃を実行したんですけど、本来であればマルウェアに感染したボットネットに命令して実行するとか、あとはリフレクションって言われる IP アドレスを偽装する方法を使って実行するっていう流れになりますね。そうすることで攻撃元を分散もしくは隠蔽した状態で実行できるんで、攻撃を受けるユーザー側からすると防ぐのがより難しくなるっていう感じですね。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた別な動画でお会いしましょう。